演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーの2種類のビスケットサンドを食べたいと思います。こっちがチョコレートで、こっちがバニラクリームです。では開けていきましょう。思ったけど、これどうやって開けるんですか。どこに開けちゃうんだな。はい、こちらがバニラで、こちらがチョコレート。ちょっと見た目分かりづらいですね。小さいですし。というわけで、まずちょっと中身を割っていいですね。はい、こういう感じになってます。で、チョコの方は、もっと崩れやすいな感じ。はい、こんな感じですね。では、いただきます。こちらのバニラクリームは、さっぱりとした味わいのバニラクリームがサクサクとしたビスケットによく合っていて、とても美味しかったです。なので、こちらの点数とさせていただきます。さっぱりとした味わいのお好みの方にはおすすめですね。で、こちらのチョコビスケットサンドも、やはりビスケットはサクサクしていて美味しかったのですが、チョコはちょっと物足りなかったかなというような気がしましたね。もうちょっとチョコの甘さを感じてバニラとの差を感じたかったなという思いが出てきてしまいましたのは残念なので、こちらの点数とさせていただきます。チョコがあんまり甘すぎたり方にはおすすめができるかもしれませんね。それではカツオの日、7匹いるから食卓にどんだけいるんだよって話ですけどね。それ以前にカツオの日ってなんだ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。